はい、皆さん、おはようございます。ハリウッドスターを目指す男アレクサです。187名の、ファミリーの皆さん、本当に皆さんいつも、ありがとうございます。今日はですね、90分語彙英会話の生徒さんの募集をしてたと思うんですけど、その生徒様がですね、決まりましたんで、その報告をさせていただきたいなと、思ってます。で、今回ですね、本当ありがたいことに、いろんなたくさんの方から、全国ですね、ご応募いただきまして、その中でですね、僕の中でこう、1名様に選ばせていただいたんですけど、やっぱりこれから僕は、いろんなこう仕事に携わっていく中で、自分の中で決めていることがあって、これって僕にしかできないことなのかなとか、これって他の人でもできるんじゃないかなっていう仕事は基本的にもうやらないことに、しました。なんで、通訳の仕事っていうのも、去年ですね、もうこれを収入源にするのをやめようと思ったのは、やっぱり Google 翻訳っていうのがこれから間違いなくアップデートされていって、僕みたいなこう専門知識のある通訳の生きる、活躍できる場所っていうのはもう極めて本当に少ないというか、もうその椅子取り合戦をしても僕はもう寿命は短いなと思いましたんで、通訳の、その仕事から降りたっていうのも実は、あるぐらいですね、ここに慎重にこの仕事に関しては慎重に考えてるんですけど、で、本当にいろんなご応募があって、例えば、ずっと英会話をしたかったんですとか、こう例えばちょっと暇があったんで、その暇つぶしに英会話できたらなとかっていう、いろんな本当にご意見が、ありました。ただそういったのっていうのは基本的に僕じゃなくても、できるかなっていうのがその僕の、本心であって、そういった方っていうのは本当に申し訳ないんですけど、ちょっとお断りをさせていただいて、で今回逆にどういった方を、に携わらせていただくのかっていうと、その方っていうのは、自分のですね、スキルとか経験を使って、その知識を、スクールを持ってですね、斉藤さんに教えてらっしゃる方で、これからですね、海外にその自分の技術とか経験っていうのをまさに発信していこうっていう、そういった段階にある人で、やっぱりそのその語学力がつけばもう直接的にも収入に直結するっていう、そんな状況の中の、方で、これだったら今僕はその、Uber Eats をしてこう、ホームレスをしてるんで、このフットワークの軽さをまさにそこにスポットにこう入っていけるっていうのは僕の、一つの長所だとは思ったんで長所だと思ったんで、そこに携わらせていただこうかなと、思いまして、今回明日からですね、実はスタートするんですけど、やっぱり僕が一番これいいなってその方から感じたのは、やっぱパッションしかありませんっていう言葉がやっぱ最後にあって、やっぱり僕も本当にやっぱやるからにはその方の時間を、やっぱ無駄にしたくないし、やっぱ自分の時間も無駄にしたくないんで、やっぱ中途半端に本当に1回2回3回やって終わるんじゃなくて、やっぱり長期的に、1ヶ月で、もちろん合う合わないはあると思うんですけど、1ヶ月とか2ヶ月とか3ヶ月とか、そしてそのまま実際に海外に発信していくっていうところまでこう、サポートできたらなっていう考えてますんで、前もお話ししたんですけど、90分の語彙英会話にはなるんですけど、僕が納得いかなければ普通に2時間3時間でもやってしまうような、そういったレッスンになっていくと思いますって考えたら、やっぱり3人4人やるのってやっぱ僕の体力的にも、どうかなっていうのもあるし、今回1人で、1人の方にそうやってマックスでですね、僕のパッションを注ぎ込めるっていうのは、すごい理にかなってるんじゃないかなと思いますんで、今回ですね、しっかりサポートさせていただきたいなと思います。で、引き続きですね、90分語彙英会話の、募集はさせていただきたいと思いますんで、もしご興味ある方はですね、ぜひ一度、YouTube のコメント欄であり、動画の概要欄に僕の Instagram の、アカウント貼ってますんで、そちらの DM なりでご連絡いただけるとすごい嬉しく思います。はい、やっぱり最近一人で生活することがやっぱり多かったんで、そういったパッションのある人とやっぱ時間を共有できるっていうのは本当に僕もありがたいというか、そういったご縁を僕は逆にいただいたんで、そのご縁をですね、ご縁で僕が90分ご縁でお返しできたらなと、思ってます。今日も暑いですけど、しっかりやっていきます。以上ですね、ハリウッドスターを目指す男、アレクサがお送りしました。それでは皆さん、失礼します。よし。